Good afternoon! 川越。さあ、ついに4月です。春です。桜です。ビールです。としひろです。としひろの文芸秘密基地3回目の放送です。2ヶ月目突入！だいぶ土曜の午後定着してきましたかね。それでは今日もよろしくサンダー！としひろの文芸秘密基地は、ラジオ川越 88.7MHz でお送りします。イェーイ！ラジカワ88.7 はパパナ。というわけで、文芸の世界に身を置くすべての人の集まる場所になることを目指して、今日も頑張っていきまっする。さあ、この番組のスポンサーのご紹介、川越新河岸駅そばの家庭料理の店、ゴッツさんです。お店のチラシに詩を書かせてもらっているわけですが、ここは本当に家庭料理という名にふさわしいメニューがたくさんなんですよ。すごいところは、お店でちょっとタコス食べたいななんて言ってると、次行った時タコスがメニューに入ってたり、今日は魚な気分？それともお肉？って聞かれて答えると、それ中心の料理を出してくれたりと、とにかく臨機応変に対応してくれるお店なんです。ラジオ聞いてきましたって言ってくれると、とびきりの笑顔でお出迎えしてくれますよ。ぜひ何度も足を運んでおなじみさんになってほしいです。場所は川越市砂815-9エクセル佐賀101です。新河岸駅西口下車、川越に向かって線路沿いを歩いて最初の踏切を左に曲がると見えてきます。お問い合わせは 090-6513-0141090-6513-0141 まで。次は、かぶらや川越店のなおさん。私が最近かぶらや川越店でハマっているのが、もつ煮です。肉がゴロゴロだからですね。食べ応え十分。これで300円。レモンサワーと合わせて600円。ラーメン食べるより安い。リーズナブルなメニューがずらっと並んでいるからこそ、いろいろ楽しめちゃうわけです。がっつり食べてがっつり飲んで、あれ2000円ちょっと嘘と毎回お会計の時に驚かされるのがかぶら屋さんですね。住所は川越市脇田町 18-4 東口からまっすぐ行って最初の信号、たこ焼き屋さんのところを左に曲がるとすぐです。お問い合わせは 049-292-0806 049-292-0806 まで。4時からやってますよ。そして川越駅東口すぐのパブデジャブさん、ここはカラオケができるんですが、上手い人もたくさんいるので皆さんの歌を聴くだけでも楽しいです。私、誕生日の時にハッピーバースデー歌ってもらったことがあって、めちゃくちゃ嬉しかったっていう思い出がありますね。お店の中はそんなに広くないですけれど、その分いろんな舌を身近に感じられるんですね。もちろん奥のカウンターで静かに渋くお酒を飲む人もいますよ。いろいろな種類のお酒が飲めるのもいいところです。住所は川越市菅原町 22-6 海運ビル地下1階階段降りて左奥です。川越駅東口からまっすぐ、たこ焼き屋さんのところの信号を直進、立体駐車場のところを左に曲がってすぐのビルです。開店時間などは問い合わせてみてください。お問い合わせは 049-226-3727 049-226-3727 です。番組では応援してくださるスポンサーや番組サポーターを募集しています。ぜひラジオ川越までお問い合わせください。さあ、本日の話題はプリズム最新号についてです。前回も告知しておりました谷川俊太郎さんの新作発表していきたいと思います。とその前に、谷川さんとのつながりについてお話しした方が良いですよね。最初のきっかけは、谷川さんのイベントに私が行って、そこで自分の刺繍を手渡すという大胆な行動からでした。その時、本の間にハガキを挟んでおいたんですよ。
自分の住所がすでに書いてあるやつ、それとお手紙に感想をいただければ幸いですって書いて、まあ返事来るとは思わなかったんですけどね。それがなんと来たんですよ、お返事が。そこから手紙のやり取りが始まったというわけです。そして時は流れ、あ、ところで皆さん、あのミキシーってご存知ですか？ SNS の走りでしたよね。そこに谷川俊太郎さんのコミュニティがあるんです。今もありますよ。そこに生きるの続きをつなげませんかという趣旨のトピックが立ったんですよ。谷川さんの有名な生きるという作品を我々が生きる、それはとつなげましょうという内容でした。そこで多くの人が賛同して書き込むようになりました。もちろん私もね。そしてある時、このトピックの存在を知った出版社の人が書籍化を提案してきました。そして書籍化にあたり、何人かと谷川さんとで座談会をすることになり、そこで再会を果たしたんです。この企画は生きる私たちの思いというタイトルで出版されました。7万部売れたそうですよ。私も当時新聞の取材を受けましたし、私の作品がテレビの特集で取り上げられたりもしました。そしてその後第2弾も発売されました。第2弾でも私少なからず関わらせていただいたんですよね。そこからまた少しずつ交流をさせていただくようになったんです。そして私がプリズムに入ったことをきっかけに、冊子を送り感想をいただくというやり取りが始まり、現在に至るというわけなんです。そんな中で私が無茶を承知で作品の寄稿をお願いしたところ、承諾していただき、今回の流れとなりました。今なお大人気で多忙な日々をお過ごしの谷川さんから作品をいただけることに、プリズムメンバー一同大変感謝しております。それでは早速ご紹介しましょう。谷川俊太郎さんによるプリズム寄稿作品、現場です。現場、谷川俊太郎。土の現場に草木が育つ、空の現場は宇宙に続く、昨日の現場は忘れ去られて、明日の現場は本の中、脳の現場は独りよがりで、手足の現場をバカにする、工事現場で人が死に、ポエムの現場はどこにある、いかがでしょう。私の朗読でうまく伝わったでしょうか。まあ、私がねあれこれ言うよりも、リスナーさんの聞いた感じが全てだと思います。ぜひリスナーさんの感想が聞いてみたいので、メール送ってください。お待ちしてます。短い作品ですけど、谷川さんの世界がちゃんとありますよね。いやー嬉しいですね。さすが日本を代表する詩人の作品って感じです。ちょっとブレイク入れましょうか。本当は今日はクラシックの曲をかけようかなって思ってたんですけど、全然イメージの違う曲にして空気を入れ替えた方がいいかなって思います。ということで、とっておきを出しちゃおうかな。モーニング娘。の歴代リーダーたちが歌う結成20周年記念曲、 We are leaders、 リーダーって辛いものです。新社会人、新入生の皆さん、大丈夫、頑張っていきましょう。いリーダー
とミキ。え、私リーダー？最短25日か。ソロからのグループ、ロマンティックに卒業。6代目高橋愛。はい、この曲はヒャダインの前山田健一さんの作詞作曲です。モームス愛満載の歌詞は神がかってますよね。今度日常のオープニング曲かけようかな。さあ後半戦突入、ビビット3のコーナー。まずは初登場の方です。長野県安曇野市にお住まいの妻崎芳光さん、50代の方の詩の作品です。仕掛けの小道、つま先方向。本当は優しい言葉でもかけてあげたいけど、誰よりも冷めた突き刺すような視線が痛い。テーブルを挟んで座る。手をつけないままのサラダとフォーク。言いたくないなら何も言わなくていい。どんな未来が欲しいか、どんな幸せをあげたいか。まだ固まっていないうちに同じ人間なんだから。私も昔の自分を思い出そうとしてる。話せるうちに話したいことを話しておこう。こうして言葉じゃなくていいから。靴掛けの小道で小さな手を握りしめた。私たちはここで生まれ、そして出会ってしまったんだから。何もかも終わらせてしまえたら簡単。でもそれが一番難しい。壊れないように、壊さないように、育て上げるほどに遠ざかっていくように見える。稲穂をかき分けて進むあずさを指さして、今日はラッキーだと笑う。そう、いつも助けてくれるのは何でもないことだった。この景色を忘れる時がいつか私にも訪れる。そしたら思い出させてくれるかな。今と同じ笑顔で。お弁当箱に詰めるようにポンと
渡してあげれたらいい。今日は寝坊したからちょっと手を抜いちゃった。あなたは怒ってくれるかな。そしたら私も負けずに言い返すのに。ありがとうございます。靴掛けというのは安曇野の地名とのことです。この歌は望郷の詩と受け取りました。現在安曇野にお住まいのようですが、それなのに望郷というスタンスが詩的なんじゃないですかね。話しかけているあなたがいるわけですが、その存在の有無はあまり気にならないというか、ふるさとを思う気持ちが伝わってきました。途中、壊れないように、壊さないようになんて表現は明らかに詩としての表現を意識してますよね。会話調ですが、しっかりと詩として完成してると思います。安曇野行ってみたくなりましたよ。遠方でラジオが聞けないと書いてありましたが、アプリのレディモや YouTube でも聞けるので、聞いたらぜひ感想や次の作品を送ってくださいね。さて、続いても初登場の方、東京都小平市にお住まいの日月めぐみさん、30代女性の方の詩作品です。小鳥。日月めぐみ。鳥の集まる水場で小鳥が1羽苦しそうにもがいているから助けてあげることにした。優しくすくってそーっと手を開く。もう大丈夫。手の中に小鳥の姿はなかった。水場ではなおも溺れかけの小鳥がもがいているのに、何度もすくい上げようとしても水が滑り落ちていくばかりだった。私は思い切って水場に飛び込む。あたりの鳥たちは一斉に飛び立つ。水面に映る影を追って息を吸って深く潜り始める。波間に光る小魚、宙返りする水雲の魚眼レンズ、水草の淡いを昇る七色の気泡、水底にたゆたう日に輝く無数の石のかけら。今吐こうと息いっぱいに顔を上げる。空の青さと清冽な空気が全身を満たす。小鳥は樹上に小首をかしげ、一別を残して青に溶けた。ありがとうございます。初登場の方が増えるのは嬉しいですね。日月さんは埼玉県に住んでいたことがあるようで、番組に親近感を持っていただいたようです。ご自分の試作方法を詩で表現したとのことですが、これメタ構造ってことですよね。すごく面白いです。青い鳥を探すように自分の世界に降りていく、そういう感触を持っているようで、無酸素潜水のようなイメージともコメントにありました。自分探しって詩では興味深い創作動機ですよね。そして日月さんの作品は見て味わう要素があります。開業や書き出しの位置をずらして作品を図形的に示すという、いわゆる現代詩的工夫をしているんですね。これが言葉では伝えられないのがちょっともどかしいです。もしかすると本人が朗読するとこの見た目の変化も朗読で表現できるかもしれませんけどね。私もなるべく詩的なイメージを持って読んだつもりだったんですけど、どうでしょうか。さあ、まだまだいきますよ。次は過去2回短歌を送ってくださった川越市月吉町のスノーマムさんから俳句が来ています。冬が過ぎ桜待ちたる明日かな。冬が過ぎ桜待ちたる明日かな。かなと切れ字を使ったりしていて、すごく俳句らしさが出てますよね。待ちたるなんていう文語の使い方も様になっています。ここに読まれている心情もリスナーさんからしたら、うんうんと共感されているのではないでしょうか。しかしここには冬っていう言葉と春の季語の桜っていう言葉が同居してるんですよ。
前回季重ねの話はしたと思うんですけど、2つの季節を表す言葉を入れない方が良いとするのが俳句なんですね。例えばマグロのお寿司の上に穴子乗せちゃうみたいな感じ、そういう感じかな。冬が過ぎの冬をどうにかしたいところですけどね。まああんまりあれこれ言うとスノーマムさんの作品じゃなくなっちゃうんで、まああれこれは言わないでおこうかなとは思いますけども、俳句短歌は詩に比べると少し制約はあるので、こういうところは注意したいですね。ありがとうございました。また作品お待ちしてますよ。さてさて、第1回目から投稿してくれています川越市西小千葉町のシェリーメイ・ダッフィーラブさん、またまた俳句をいただきました。遊ぶ声、白い息見せ下校道。遊ぶ声、白い息見せ下校道。おお、白い息が冬の季語ですね。いいんじゃないですか。前回リズムが大事という話をしましたが、実はね、そこにも落とし穴があるんですよね。五七五のリズムを意識しすぎて言葉が窮屈になっちゃうことがあるんですよ。この作品だと白い息見せの見せがそんな感じかな。下校道っていうのもね、悪くないんですけどね、下校っていうこの音読みの語感が少し改良の余地があるような気もしますね。シェリー・メイ・ダッフィー・ラブさんはまだ俳句を読み始めたばかりとのことですから、最初のうちは和語、これをたくさん使うとそれっぽくなるような気もしますね。でも内容は共感できます。冬の帰り道の小学生はこんなですよね。どんどん作って送ってください。俳句人口増加に貢献していきましょう。さて次はこれも3回連続の東京都の雪柳あうこさん、今回はビビット3の方に投稿いただきました。雪柳さんの世界観いいですよ。私ファンになっちゃいましたもん。今回は剥がれるという作品です。さあどんな世界かな。剥がれる、雪柳あうこ。随所に置かれたワンプッシュのアルコールを手にすり込んだらベラリ。私の皮膚は一枚剥がれる。あなたの指差しが触れたかすかな痕跡さえ剥がれて、やがてゴミ箱へ。喫茶店を立ち去るや否や、テーブルに噴射される消毒液。ペーパータオルで拭き取られ、そこで交わした温かな感情さえ剥がされ、そしてゴミ箱へ。毎日どこかで電子的に記憶され続ける私たちの記録が増える一方、この手の触るところのすべて、私たちの生きる痕跡は日々失われようとしている。反転の下、立ちすくむ。剥がれ、剥がれて、玉ねぎの皮のように一枚ずつすべて落ちたら、何という名前の私が残るだろう。あるいはその一枚一枚こそが私やあなただというのなら、べらり。剥がれ、剥がされたゴミ箱の中に蓄積する小宇宙のような塵をかき集めて、昨日のあなたに会いたい。はい、今の世相を土台にしてますが、単なる現実の説明ではなく、そこに主観的な世界観を盛り込んでいくという流れとバランスがいいですね。ベラリのオノマトペも印象的です。一枚ずつ剥がれていく自分の最後に残る名前を心配している部分なんかはアイデンティティに関する話ですよね。そして最後の小宇宙、この小宇宙と皮一枚の組み合わせっていうのはなかなか面白いです。雪柳作品、これからも目が離せませんね。さあ次は投稿乗っちゃいましたのコーナー。前回文芸川越第40号で詩を紹介した伊藤章一さんから俳句が来ましたよ。埼玉新聞の埼玉俳壇に掲載された作品です。新聞の俳句短歌の投稿欄って
ポピュラーですよね。新聞投稿についてはタイミングを見て話したいと思っています。何もかも押し流したり残る雲、何もかも押し流したり残る雲。東日本大震災を思い出して作ったとのことですが、この前大きな地震ありましたよね。その後に掲載されたとのことで、このタイミングを警告だと受け止めたんだそうです。最後雲で締めているのがいいですね。こうやって現実の雲を見ることで自分の心の中を吐露することは試作の瞬間としては十分ありだと思います。伊藤さんは直接手紙で送ってくれてるんですよね。聞いてますかね。また送ってくださいね。待ってます。しかし自分の作品を他人に読まれるってどんな感じなんでしょうね。私が読むことで新鮮な気持ちになってくれたら嬉しいなと思います。さて、番組ではまだまだ作品を募集してますよ。募集テーマや感想など、すべての投稿は Twitter の番組アカウントの DM か、メールアドレス、すべて小文字で、数字の 104HEROHIMI2 数字の2で、としひろひみつ @gmail.com です。HIMI2 で秘密と読ませるのがポイントです。次回はプリズムメンバーの作品を朗読しますね。他にはそろそろ自分の作品読んじゃおうかな。あと投稿媒体についての話もしましょうね。そろそろ文芸川越の第42号の募集も始まるだろうし。おっと、この曲が流れてきたということはエンディングですね。それでは次回もお楽しみに。としひろの文芸秘密基地でした。 See you 川越。お疲れ様さ。